さんこんばんこばは早速質問です海外からの観光客、今年中は無理だと思いますかという、ま <laughs> あのー、非常に多い直球のご質問ですけども。あのー、観光入国を開く前にですね、えー、ビジネストラックだとか、まあ、もしかしたら、まあ、レジデンストラックだとかね、あのあたりが開いていって、入国キャパシティをとりあえずですね、今何千人でしたっけ一日あたり2000人とか、 そんなもんですもんね。あの、それをですね、キャパシティを広げていくということが、オリパラが終わったタイミングで、えー、そのね、えー、対処に入ってくれると、あの、年末のですね、観光再開、どうでしょうね。これ、ステップでやっていくはずなど、一気に開くってことはないので、そのあたりのですね、ビジネス渡航であったりだとか、あと、留学生の皆さんがね、えー、来れる、入って来れる状態になるかどうか、このあたりを一緒にチェックして参りましょう、まあ。ワクチンパスポートで国を開いていくという路線が、今ね、まあそ、そこぐらい、 ですかね残ってるとしたらまあこれワクチンパスポートの採用賛否両論ありますけども無条件に国を開いていくということができている国が基本的にはアジア圏ないので、まあえー、そうですねワクチン接種証明の緩和がどれだけ日本政府がですね他国を見習って追従できるかという感じなんだと思いますねこんにちは大輔です今日は日本入国のルール変更についてお話をしていきますけども隔離の対象ですよね強制隔離の対象国が8月14日から適用がねし直されるということで 今先ほど数時間前に外務省のサイトが更新されたばかりということになりますから、一時情報を見ながら皆さんの渡航に具体的にどのように影響があるのか、速報ということでね、やっていきたいと思います。で、今日はね、二つ目のお話もやろうかなと思ってまして、ワクチンパスポートの発行から半月が経った今ということなんですが、入国後14日間の隔離なんかがですね、今後どのように緩和されていくのかね、このあたりに動きがあるのかどうかというご質問、皆さんから よくいただきますののでこちら動あ一つ日経新聞が取り上げているこの表現というかね捉え方について皆さんに、まあ、事実ベースでねこれをお伝えをしていくというこの2本立てでやっていきたいと思いますそれでは早速ですね外務省が先ほど発表をした懸念すべき変異株に対する指定国というですねこちらの指定が変わりましたのでこれについてねチェックをしていきましょう9つの国地域が今回新 方に追加されたということになりますけどもちょっと全部はねここでは読み上げませんが主にはどうでしょうね世界の中でもワクチン接種率が一番進んでると言われているイスラエルが今回ねこのリストに入ってきたんですよあとは欧州圏からフランスですよねフランスから渡航を予定されている視聴者さんなんかもちらほらねいらっしゃるので影響を受けてしまうという方がね少なからずいらっしゃるんじゃないかと思いますそしてアメリカについても4つの州がですね今回 対象に加わりますのでこれれご注意をささててみてくださいあとは、水際対策は緩和される国もありますので、こちらも含めてですね、皆さんの渡航影響を世界全体で見ていきたいわけなんですが、今回ですね、インドだとか、スリランカ、ネパール、モルディブとかね、パキスタンとか、これまで一番ですね、厳しい条件だった国に対して緩和が行われたということになりますから、こちらの内容についても皆さんと一緒にチェックをしていきたいと思います。外務省が発表したこちらの表を見ると、なんとなく 今回の変更がね、どんなものだったのかというものが、あの、ざっくりね、わかるかと思います。え、3日間の待機になった国々がですねえ、複数あるということと、あとは、アメリカの4州だとかね、フランスも含めてということですが、10日間の待機が6日間に短縮されたりだとか、まあ、6日間が3日間になったり、3日間だったところが、これがなくなるというね、こういった解除になる国もありますので、このあたりですね、各エリアごとに網羅的に皆さんの渡航影響を確認してまいりましょう。 現在の日本入国というのは主に4つのパターンに分けられるんですよねまずは14日間の自主待機というものがベースにあるんですがこれがですね変異株の流行国と、ね、指定された、まあ、今から読み上げる国からの渡航に関しては3日間の強制隔離を伴うパターンかですねもしくは6日間のパターンさらには10日間のパターンというですねこういった分類に分かれてくるんですね。なのののののでで日日間間自主待機か、まあ、そのうちのですね3日間の強制 隔離のタイプなのか6日間なのか10日間なのかというですねこの4パターンがあるということなので皆さんが計画されているねこの渡航ルートというものがどちらに当てはまるのかというのを全世界的に確認をしてまいりましょうまずは3日間の強制隔離の対象国からアジア圏の方から見てまいりましょう今回はですねパキスタンとネパールが3日間の対象になりましたこれはもともと6日間だったところが緩和になったということでいいんだと思いますそして相変わらずタイカザフスタン フィリピンについいいいてては3日間の対象がねここれ続いていくということうですけども今回新たにカンボジアがこの3日間のね対象に入りましたからアジア圏から渡航される方はご注意くださいえ。それでは北米エリアを見ていきましょう。アメリカからですね、4つの州が今回新たに3日間の対象になりました。アラスカ、サウスカロライナ、テネシー、ネブラスカのこの4つですね。引き続きフロリダ、アイダホ、アーカンソー、アリゾナ、オレゴン、ケンタッキー、コロラド、ネバタ、ミシシッピ、 モンタナ、ルイジアナ、ワシントン、ユッタ、ワイオミング、オクラホマ、ミズーリ、インディアナ、カンザス、テキサスということで、今回新たに加わった4つも含めると、どうでしょうね、これ、半分。 か半分以上になるのかなの週からの日本への入国がですね3日間の強制隔離になりますのでアメリカからの渡航はですねぜひこちら気をつけてみてください一応現時点ではニューヨークだとかカリフォルニアはこちらエントリーはされていないということでいいんだと思いますそして南太平洋エリアからはフィジーが3日間の対象続くということですけどもこれ先に進んでいきましょう中南米のエリアですね引き続きブラジルペルーアルゼンチンウルグアイエクアドル キューバコロンビアスリナムチリトリニダードトバゴパラグアイベネズエラボリビアコスタリカということで3日間の強制隔離引き続きということになります今回ですねドミニカ共和国が3日間から対象外れましたんでねこちらは緩和がなされたということでいいんだと思いますそれでは欧州圏に移りましょう今まで6日間の対象だったイギリスなんですがこれが今回のタイミングで3日間になりましたということで、まあ、今ですねイギリス もロックダウン解除の反面で感染爆発のね懸念があったわけなんですが今回日本政府の指定としては緩和の方に倒れたということでいいんだと思います続きまして3日間の対象エリアね読み上げていきます引き続きアイルランドオランダギリシャデンマークベルギーポルトガルスペイントルコベラルーシジョージアフィンランドルクセンブルクということで引き続きの3日間の対象です今回新たに加わったのがアンドラとあとねこのフランスですよねそしてマルタということ ななんですすが3日間の対象にに加わったとということになります一応、ロシアもですね、欧州圏の中で皆さんに報告をしますが、今回、新たに対象エリア、3日間の対象になったのが、ロシアの中のですね、アルーム州、ボルゴグラード州にオリオール州、カバルダバルカル共和国、北オセチア共和国ということですね、こちら5つが新たに加わったということですが、引き続き、モスクワ州とサントペテルプルグ市とカレディア共和国、サラトフ州、ニジェゴロド州、 サハ共和国イバノバ州ウラジミール州とアストラハン州ウドムルト共和国クラスノヤルスク地方チェラビンスク州ティバ共和国ということで引き続き3日間の対象になります今回ですねモスクワ市に関してはこれモスクワ州じゃなくてモスクワ市の方ですねに関しては6日間の強制隔離だったところが3日間に緩和されたということになりますそれでは地域を中東エリアに移ってまいりましょう3日間の対象エリア引き続きヨルダンイラン オマーンとということですけども今回新たにイスラエルがここに、ね、加わりました。あとはレバノンですね。この2カ国が3日間の対象エリアに加わったということになります。それではアフリカのエリア見ていきましょう。今回ですね、ウガンダが3日間の対象エリアから外れました。そして引き続き3日間の対象なのがチュニジア、南アフリカ共和国、リビア、セーシェル、ナミビア、ジンバブエ、タンザニア。今回新たに加わったモンザピーク。ということで世界的には3日間の強制隔離の対象 国がが番、ね、多いといとう感じなんですが続いて6日間の対象エリアも見てまいりましょう今回ねここが増えたんですけどどちらかというと規制緩和によって10日間だったところが6日間にねこれ緩和されたというところが 多いわけなんですよね特にアジア圏なんですが緩和の結果6日になった国がインドネパールモルディブスリランカということになりますバングラディッシュとあとミャンマーに関しては引き続き6日間の対象ということでいいかと思いますそして中東エリアからはアフガニスタンとアラブ首長国連邦ですねこれが引き続き6日間の対象になっているということですねアフリカのザンビアに関しても10日間だったところは緩和されて6日間になったということになります ます では次ですね、10日間の強制隔離対象国ということですが、いろいろ緩和されて結果的に今回10日間の対象残ったのが2カ国のみということになります。インドネシアとキルギスということで、最後の最後ね、アジア圏が10日間の強制隔離対象ね、この2カ国のみが残ったということで、他のエリアは一通りですね、10日間の対象国は外れているということになります。そしてこれもね、一部の方には欠かせない情報なんですが、 在留資格保有者の再入国拒否が相変わらずこれ続いているエリアが多いということなんですがえこれインドネパールモルディブスリランカあとはバングラディッシュと中東からアフガニスタンですね今読み上げた国に日本から出国をしてしまうとそこからね再入国を日本に対して果たすということがあのできなくなりますから特に外国籍の方在留資格を保有されている外国籍の方についてはえぜひですね引き続きお気を付けください今回幸いなことにというかこれ初 初めててななんじゃないですかかねこの水際対策始まってからパキスタンが再入国拒否の解除になりましたのでこれはですね一歩前進ということなんだと思いますこれよく注目してみるとパキスタン6日間の強制隔離だったところが3日間に短縮されたんですよね。 このタイミングで一緒にですね、再入国拒否が解かれたということになりますから、今ですね、インドだとかネパール、スリランカとかね、あの、バングラディッシュも含めて再入国拒否になってますけども、これらの国々、今回6日間に緩和されたんで、もう1段階ですね、3日間に緩和されるタイミングで、おそらくこれ再入国拒否も解かれていくというね、パターンが推測されますので、これ関連されてる方ね、よくよくあの、コメントいただきますんでね、困っていらっしゃる方は 多いいんだと思いますけども、えー、これもうあと一歩というところまで来ているように思いますので皆さんと一緒にねこの緩和待っていきたいと思います。 ということで、二つ目のお話をしてまいりましょう。ワクチンパスポート発行から半月が経過しました。入国後14日間に動きがあるんでしょうかというお話なんですが、これね、ちょっと前なんですけどね、8月の5日に日経新聞が報じた記事、入国後14日間隔離について、ワクチン接種によって短縮のね、検討がまなされているのかどうかというお話についてですね、前例なしというですね、表明というかね、考え方を厚生労働省が持って 新調論を持っていいるというですねまあこういったコンサバな動きが見られるこんな記事が日経新聞を報じていましたのでこのあたりサマライズをして皆さんに動向としてお伝えをしていきたいと思いますまずこの水際対策というのがどうやって決まるかでいうと日本政府の中で3つの省庁が関連してるんですよね横断で取り組んでるということになるんですが1つがですね厚生労働省ですよね検疫署もを司っているね厚生労働省2つ目が入国管理を司っている 法務とということになりますそして3つ目がビザ発給業務なんかをねやっている外務省ということになりますけれどもこの中でどうやら壁になってるのが 厚生労働省の消極的な姿勢というね、ことみたいなんですよ。これあくまでも日経新聞の見え方ですよね。日経新聞の、まあ多分記者さんがそういうふうにね、見て記事を書いてるということになるんでしょうけども、この厚生労働省のですね、もっと厳密に言うと、検疫所業務管理室という、この組織というか、まあチームになるんでしょうか。こちらの方々がですね、主にこの重要日間の隔離措置を、まあどのようなレギュレーションに緩和をしていくのかみたいなところを考えていく。まあ 決定し。 決定していいくというののかな、まあ、役人の方々にはですね、まあ、おそらく決定権はあの厳密にはないものと思われますけども、まあ、政治判断なんでね、えー、なんですけども検疫所業務管理室のおそらくまあ役人の方のねあの見え方としては姿勢としてはワクチン接種の有無によって検疫の待機時間を短くする条件についてですねこれには前例がないという言い方をまあしているみたいなんですよね。世論としてては水際対策強化せよっていう声の方がね、まあ、大半 な気はしますけどもその反面で経済界からはビジネストラックの再開をはじめとした要望案っていうのが出てるわけですよね go to トラベルみたいなものをやれということはまあ、僕自身はね望みはしないんですけどもあと観光客の一斉受け入れをもういきなりやるべきだみたいなことはまあこの極論はですねまあ望まないわけですまあこれ僕個人的にはですねまあそんな無茶なことを希望しても、まあ、現実的じゃないことはわかるんですがまずはですねビジネス渡航者だとかね留学生だとかあと再入国禁止さ されている一部の国の国、ね、方々先ほども呼び上げましたけどもインドだとかスリランカバングラディッシュとかいろいろありましたけどもえこれらのですね方々に対して合理的なルールに基づいて開国をね検討していく、まあ、決めていくということはできるんじゃないかなというふうに信じたいものなんですが、まあ、皆さんからのですねえご質問も一番多いのかもしれませんこのあたりねこの今年後半の開国っていうのはどうなりますかとビジネストラックっていうのが 動きありますかなんていうですね、えー、皆さんからのご質問が非常に多いわけなんです。えー、そして一部の企業関係の方からはビジネストラック再開に向けたですね、まあ、説明会とかのね、動きがちらほらと出てきてるって話も聞きますので、もしかしたら水面下で検討自体は進んでるね、こんな可能性もあるんだとは思いますけども、まあ、本日時点ではですね、政府発表ですとか、あと報道上は静まり返ってるということで、 ま事実としてね、これ皆さんにお伝えをさせてもらいました。なかなか段階的な渡航緩和を、まあ、願っていきたい中でですね、厳しい状況ではあるんですが、このあたりの動向については少しでも何か見えたら皆さんに報告を入れていきたいなと思います。ということで本日は8月14日からになりますね、強制隔離の対象国についてルールが変更されますよというお話、速報としてお伝えをさせてもらいました。今日のお話が役立ったという方はチャンネル登録をしてまた 次回の動画でお会いしましょう大輔でした